とりあえず聞いていただきたいと思いますけども、今年の初め私ある心境の変化で実は巨人ファンをやめてしまいましたんです。これはもう東京の皆さんに心苦しいんでございますけども、なぜ巨人ファンをやめたかと言いますと、いくつかの理由はあるんですけども、その理由を一つずつ喋ってますとですね、3日ほどかかりますので、実はなぜやめたかというような本が今出ているそうでございます。まあ、そちらで見ていただきますと大抵のことはわかると思うんですけども、一番の理由に挙げられるというのは、私30年間まあ巨人ファンだったんですけども、大阪で巨人ファンを続けていくということに疲れたんです。本当に私はね、もう今年から阪神ファンで、そうするとなんかこう肩の力が下りたようで、で阪神ファンに一生懸命なろう思って甲子園にも何遍も足を運びましたが、なかなか急にはなれるもんじゃございませんですね。あれもで、私800円のメガホンを買いましてですね、阪神のメガホンを買いまして、でもうとにかく賑やかなんです。阪神攻撃は四六時中やってますからね、カットバセーカーケーフーって一緒にこうやりましてですね、カーケーフーなんとか阪神ファンになろうと思いながらやるんですけども、カットバセーキーヨーシー言う時にも思わず反応してしまうんです。こう甲子園球場で見ながらですね、あちゃこちゃこう見てたんですけども、どうも子供の数が少ないんです。だいたい野球というのは子供の夢ですからね、いっぱい子供さんがいて、かっとべせーかけふーいうのが、あれが私ええと思うんですけども、子供さんの姿が少ないんです。それで、阪神球場のですね、甲子園球場の方に聞きますと、この頃もう本当にさんさんめっきりと数が減りましたと、こういうふうにおっしゃってまして、なんでですか言ったら、塾へみんな行きはりますので球場へは来ないと。じゃあもうこれってもう困ってるんやと、やっぱり次のお客さんという意味で子供を今育てやないかんから、甲子園球場の片隅で塾をやろかいなというようなことを考えてる、本当に真剣に考えてるそうです。もうこの頃の子供はかわいそうです、考えた。ほんでもうみんなが行ってるから、自分から僕も塾行きたい言うて、もう親は苦労してるらしいですけど、みんなこう塾へ、塾がブームでもあっちゃこっちゃに塾がございますですからね。いやお前らに集まってもたというのは他でもないんじゃ、知っての通りうちの国もここんとこえらい経済なんじゃ、銭子が集まらん、銭は力へ、境な、このままでは国は潰れてしまう、どないしたらええか、とにかくこの頃は警察の目もうるさいし、住民パワーとかなんとか言うてやばいことをして金儲けをするという時代や、のうなったんは確かじゃ。しかしなんとかせんとな、そこでこの間から人にいろいろって話を聞いてるんやが、今一番手っ取り早う儲かるのは塾や、そやの。それでうちの組もこの学習塾を経営しようと思ってるんや。おやさん、それほんまですか？塾を、塾と言いますと、いろいろ教える塾。そうじゃ。あら、ちょっと兄貴ね、いや、我々組が塾で一体何を教えまんねん。さやさかいにドスの握り方とか、札の巻き方とか、因縁のつけ方とか。ほら、あんなこと言うてる場合あるかい。そうやないや、ほんまに高校進学のための中学生に学習を教える塾じゃ。そこで困ったのは、今塾ブームでな、先行がおらんのじゃ。これがこれでまあなんとか、親さん、それやったら他の塾の先行ポーンと言わして連れてきた。そんなことしたら新聞沙汰になって生徒が集まらんやないかい。まあそこでお前らの中から一つ急場しのぎと思うてやな、集まってもろたんや。こういう家業や履歴書の一つも取ってない。そこで聞くんやが、お前らの中で国立大学を出たもんはないか。いてまっかいな、そんなの。そうすると大学に縁のあるようなもんはおらんか。おやさん、なんじゃ止め、ちょっと大学に縁ないことはおまへんねんけど。おお、ほんまかい。2年ほどですけど。2年でも立派なもんやないか。どこの大学や？ラーメン大学言うてね、ラーメンのチェーン店をましたの。あれで2年ほどね、出前のアルバイト殺したのか。今ここにはいてまへんねんけどね、龍二兄で、おやさん、それ塾はいつ頃から？そうじゃな、3ヶ月後には駅裏の座教ビルあるやろ、借金の方で押さえた、
あれを改造してやろうと。3ヶ月後ちょうどよろしいかな。今塀の中入ってありますけどね、出てきありまして、3ヶ月後にはあの龍二兄というのは岸和田の A 高校出てね、大学も確か 1,2 年は行きはったと思いますね。一番よう感じしてありますよ。うちの組ではあの龍二兄だけですって、競馬新聞と協定新聞以外の新聞読むのは。あんまり自慢にならんけどな。そうじゃ、龍二を忘れとったな。あらえ、あら、なかなか頭がええ。一番組ではインテリアやからの。おやさんべんな。とにかくお前らはな、一生懸命生徒集めよう。ってなわけで、いよいよ龍二が出所してまいる。龍二は、この通りじゃ組を救うと思ってやったってくれ。いや、おやさん、わしにはとてもそんなこと言わんと頼むな。頼むわ、この通りじゃ。あ、お前が一番うってつけや、組で一番のインテリアやから。え、いや、で一番のな、お前がインテリアやから。おやさん、わしゃ応接せって。お前何だ。いや、インテリアというのは室内装飾のことで、つまり頭のええのはインテリーと言います。あら、インテリーかいな。それ知らんもんやから、わしそれ3年つことったぞ。こういうのが授業を始めるんですから大変でございます。ええか、今から英語や。32ページを広げ、これからの社会は英語は大事な語学やぞ。しっかり覚えとけ。わしの言う通りやっとったら間違いはないんじゃけ。ええか、わしの言うことがちょっとでも違うと親とか先公が言うたら連れてこい。勝負したるけ。32ページじゃ。今日は命令文というところやの。人に命令したり、物を頼んだりする文を命令文というのじゃ。英語の場合は動詞の原型から始まる。例えばここにこういう文が、 You must go to school at once。 この意味わかるの？わかるの？ You must、 must はねばならぬ、 at once は直ちにじゃ。日本語に訳すと You must、 オンドレは直ちに学校に行かねばならんちゅう意味じゃの。これが命令文になるとや、動詞の原型やから Go to school at once、直ちに学校に行きさらせとこないなる。分かるの？この形をちゃんと覚えとりゃ慌てえでええんじゃ、試験の時も。例えば Go to the office at once、 school が the office ということになると、 Go to the office at once で直ちに事務所に面を出せちゅうこと。気持ちがなかったらあかんぞ。大事やぞ。動詞の原型から始まるんやから、他の動詞が来ても一緒じゃ。例えばラン、走るということじゃの。ランアウェイアトワンス、ランアウェイというのは逃げるちゅうこっちゃ。ランアウェイアトワンスですぐにずらかれ。ここんとは試験によう出るぞ。例えばこれがファーラーウェイ、ファー遠くにということじゃの。ファーアウェイアトワンスで直ちに高飛びせ。こういう文体がいろいろあるんじゃ。何でもええんじゃ。動詞の原型、カッ、切るということじゃの。カッと言わフィンガーアトワンスで直ちに指を詰め。はい、なんじゃ前田、どうしたんじゃ。はい、なんじゃ、何か言いたいことがあるんか。はい。おう、ええ根性しとるやねん。なんじゃ、なんじゃって、あのカットインアフィンガーとかダナウェイとかいうよりも、もっと日常会話で教えて。僕らが普段使うような、普段使うような、わしらこれ普段使うとるぞ。日常会話やないか。お前もよ
計な心配せいで、じゃあわしの言う通りやっとったら間違いはないんじゃけ。それから否定命令文というのがある。これは何々するなドンとというのを使うんじゃの。ドンとと言うても帰るやないぞ。ドンとゴートゥースクールアドバンスですぐに学校へ行くなちゅうこっちゃの。俺も何でも応用できるんじゃ。ドンとルックアットミーでメンチを切るな。こういうことを覚えとかんといかんぞ。それから何でもこの通りじゃないんじゃ。例外もあるんじゃぞ。主語から始まる、言うから始まる場合、この時はカンマがつくんじゃ。言うコンマ、これは強調じゃ。強調強調、言うコンマ、ゴートゥースクールアットワンスで踊りゃさらしに学校に行きさらせ。誰やそこ逃げ出すのは。ええか、質問ないか。なかったら次行くぞ。はい。また前だか。なんじゃ。はい、あのどうしたんじゃ。どうしたんじゃ。はよ言わんか。はい、あのザとかアンとか定冠詞不定冠詞はどんな時つけてどんな時つけないんでしょうか。それがどうしたんじゃ。いや、どうしたんじゃって、どうしたんじゃって教えていただきたいんですが。覚えんでええ。もしもそんなとこが試験に出たら黙って試験用紙を持って帰ってこい。勝負したるけ。ええか、試験場はたった一人じゃ修羅場やぞ。誰も相談相手がおらんのじゃ。自分で戦うしかない。それが都政の道じゃ。わけのわからんことを言うておりますが、しかし生徒の方はビビりまくりまして一生懸命勉強するもんですから、成績の方はズワーググ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 グ、喜びましたのは親の方でございます。室長、本当にありがとうございます。もううちの子成績が悪うて悪うて、何遍勉強せえともちょっとせえ、この頃一生懸命勉強して成績がぐーっと上がりました。うちの主人も前加えはですね、これろくなとこへは入れんな言うとったんが、成績がようなりましたもんですから、ちょっとええとこへ入れるて、どんなとこ入ったらええか相談に参りましたんでございますけども、塾長どこへ入ったらよろしゅうございますでしょうか。お母さんいろいろありますからね、入ると言うても堺、府中、網走、まあ最近は松山がなかなか待遇がええ。おやさん、なんじゃ。そら無所のことや、お前高校進、あそこ高校。いや、お母さん、これが担任の龍二先生でございます。まあ龍二先生でございますか。はじめまして、前田の母でございます。立派な先生、男らしい、もみあげのすごい先生でございました。ありがとうございます。もう先生のおかげでございます。もう今まで勉強せえともちょっとも勉強せえへんかったのが、塾から帰ってきたら机の前ダーと一生懸命この辺引きずらせながら勉強した。何かに怯えてるような感じ。ちょっと声かけたらピクーンといたし、もうなんかこの間寝ながらでも英語を申しておりましたの。寝ながらほっと見たらカットユアフィンガー、汗びっしょりかよ。おかげさまで成績はようなったんでございますけど、顔色が悪くなる。これも先生のおかげやな。言いましてね、先生に教えてもうてる言って主人と、ほいで子供にどんな先生と聞きましても多くを語ろうとしません。お会いしてよかったですわ先生。ほいでどこの高校へ入って、お母さん、そこのところは龍二先生と担任といろいろお話をしておきますので、ここのところはひとまず帰ってきたら。そうでございますか、よろしくお願いいたします。いやいや、どうもどうも。龍二を、わしはして親に来られるのが一番苦手なんじゃ。それに来週の土曜日は府警参観やからな、頭が痛いわい。親さん、心配することは言いませんけ、わしがもうちゃんと親の前で立派に授業を
やってみせますけ。龍二、府警は府警でも大阪府警なんじゃ。